なたは幸せを記録できると思う？写真の中に幸せは見える？記録することにこだわらなくても、でも本当は幸せとはもっと自由なもの。幸せは旅の途中にあると思う？それとも終点にあると思う？一緒に過ごした幸せなひとときをお互いに覚えていられれば。